リラクエの花澤です。ご視聴ありがとうございます。本日はリラクエで新設しましたデコルテから上60分6500円のコースを説明いたします。どんなコースかと言いますとですね、このデコルテから上ですね、まあ、ほぼ首からなんですけれども、肩の上部、首からですね、お顔、耳、頭を中心に行うメニューとなっております。でその首から上だけで、まあ、60分という形になりますね。で頭はですね、ただのつぼ押しで行う場合には6500円になるんですけれども、春ワッサーを使うか、こちらのハーバキュア、こちらはローズとジャスミンの香りの、頭皮マッサージ用の洗い流さないジェルですね、ヘアジェルになってますけれども、こちらを使う場合には、6500円プラス500円、7000円で60分という形になります。デコルテから上60分を行うにあたって注意事項 NG 項目があります。このような方はちょっと施術をお断りすることがございます。一つ、髪の毛がすごく長いとか、まあ、髪の毛の量がすごく多い、ちょっとアフロとかみたいな髪型をされている方は、おすすめできません。それからですね、コンタクトレンズをされている方とか、すごくこうお化粧を濃くされている方、髪の毛を固めているとか、ピアスをされているとか、ヒゲが生えているという方で、まあ、それを崩したくないとか汚したくないとかいう方には適していません。それと皮膚病のある方ですね、ちょっと出来物があるとか、傷がある、腫れ物がある、まあ、そういった方でですね、刺激に弱い方適していないかと思います。できればですね、コンタクトレンズをしていない裸眼の状態で、まあ、素肌ですね、化粧をしていない状態で、髪の毛も、まあ、なるべくでしたら短い方がいいです。極端に長いのでなければ、多少肩ぐらいまでの方とかは問題ないんですけれども、あまり長い方ですとちょっと、指が届きにくいとかいうことになってしまいますので、おすすめできませんね。またお洋服もですね、機械もご用意してるんですけれども、汚れてしまう可能性もありますので、濡れたり汚れたりしても構わないという、まあ、楽な格好でいらしていただくとスムーズにできますのでありがたいです。実際には最初にお顔ですとか、この首周りを温めて、蒸しタオルで温めてから行うんですけれども、今回は設備がないので省略いたします。またですね、こちらのクリーム、マッサージクリームを今回は使用いたします。こちらはですね、拭き取り不要になってるものですね。ちょっといくつかクリームあるんですけれども、コラーゲン配合のマッサージクリームですね。本日はこちらで、お顔とか首周り、お耳の、トリートメントをさせていただきます。結構こうトロッとしたテクスチャーになってますね。ではお顔につけていきますね。失礼いたします。このデコルテから上60分のコースに関しては、お客様からのご要望で、誕生いたしました。かなり、お顔とか耳、首周りを、まあ、長くやってほしいっていうお声がありましたので、それにお答えして作ったという経緯があります。力加減いかがですかね。あ、気持ちいいです。ちょうどいいです。はい、はい、クリームちょっと香りがついてるんですけれども、嫌な感じじゃないですかね。ちょっとここ痛いですかね。はい、でも気持ちいいですね。
美味しい。お顔、耳、首という形で、この全体行うんですけれども、配分に関してご希望があればちょっと顔を多めにとか耳を多めにとか首を多めにというふうに言っていただいてもできますので、あるいはこう頭を多めとかですね、いう形でご希望があれば対応いたしますので、そういう方はぜひおっしゃってください。
じゃあ頭の方を行っていきますね。こちらは、セブンエステで購入した、ヘッドスパ用のマッサージジェルですね。ローズとジャスミンの香りがします。ちょっと手に出しますけれども、こういう形でハールワッサーよりもですね、ジェルですので液だれしないので、目に入る心配がないですね。では実際に頭皮につけます。あ、気持ちいい、気持ちいいです。はい、香りはどうですか。あ、香りいい、いい香りですね。ハーブの香りですか。ローズとジャスミンの香りですね。すいません、ローズとジャスミン。結構高級感のあるこうちょっと、まあ、花の香りですね。
スターはですね、結構アルコール含有量が非常に高いのが特徴で、なのでまあ、すごくメントールも多く入ってますので、すっきり感の強い、清涼感の強いのが特徴なんですけれども、こちらのハーバーケアの方はですね、ちょっと贅沢感ですとかリラックスということを、まあ、一番に推しているような商品になってまして、まあ、香りもですね、花のエレガントな香りで非常に、まあ、リラックスしていただける、いい香りに包まれているという感じになります。モデルさんいかがですかね。あ、すごいいい香りしてますね。なんかリラックスできます、本当に。いいですね。まやっぱりこうかなり女性向けな商品、まあ、男性でもまあこういう香りが好きな方にはとてもいいと思うんですけれども、ローズとジャスミンの香りで、あまりちょっと強い刺激が苦手な方にもまあおすすめになりますね。モデルさん的にはどちらがお好きですかね。あ、こっちの方が好きですね。あ、そうなんですね、はい、やっぱりちょっとこう春朝はさっきも言ってるようにこうちょっと刺激が強くなってますので、ちょっと頭皮に傷があるとか敏感肌な方には向いてないんですね。でこちらの方が割と作用が穏やかなので、デリケートな方とかですね、まあ、低刺激なものを望む方にはこちらがおすすめになりますね。やっぱりほとんどのお客様がすごく目が疲れているとか、まあ、ちょっとストレスが溜まってるというようなことをおっしゃられるのですね。でやっぱり皆さんすごく頭皮硬かったりとかお顔こわばってたりとか、目の周りもこうちょっと凝りが多くなってるような方が非常に多くいらっしゃいまして、ご要望があって、新設したコースですけれども、やはり非常にそういったニーズは増えているように感じますね。頭から首までこう一度に行うことでですね、老廃物の流す効果ですとか、リラクゼーションっていう意味合いが非常に強くなります。やっぱり部分的にやるのももちろんいいんですけれども、一緒に頭から首までっていう風にできるとですね、すごくこう本来トリートメントっていうのは結構広い範囲で行った方が効果が高くなりますので、やっぱりこう一枚皮ですので、まあ、結構最近お顔のマッサージやる時も頭も一緒に引き上げましょうみたいにこう、推奨する美容家の方多くなってますけれども、やっぱりこう結構頭皮の状態が悪いとどうしても顔にも出てきてしまいます。顔だけやるよりもですね、頭皮も一緒に、でまたこの耳のところを刺激することによってですね、目の疲れとかも取れますし、側頭筋っていうこの耳の上の周りのところですね、ここは硬い人非常に多いんですけど、ここの緊張が緩んでくれるんですね。なのでこう全体的にこの脳の疲れを取るですとか、まあ、お顔のコリをこう総合的にほぐすことができますね、効果的に。ね、実際に受けたお客様もですね、1時間があっという間だったというふうに、おっしゃられてますね。
では最後に頭から肩にかけて叩いて終わりになります。以上になりますね。ありがとうございました。